こんばんは。今日はですね、経営者の方のための帝王学、人を動かす、やっぱりですねビジネスやってると、従業員さんに働いてもらったりとかね、人を動かすっていうところがすごく重要になってきますよね。で今日はそれをですねこう、帝王学で、どういう裏側ですね、心理学とかもろもろあるんですけど、どういう裏側でその帝王学っていうものがこう動いているのかっていう話をしていきたいと思っています。で、これはあくまでその帝王学という学問的な見地じゃなくって、私自身が自分のビジネスですね、いくつも、たくさん所有しているビジネスで、これまでやってきてこう、結局帝王学ってこういうことなのかなっていう、帝王学っていうことを学びながら事実と帝王学っていうことを言葉で表現すると、こういうことなのかなっていう話を今日はお伝えしていきます。で、まず帝王学って一言で言うとっていうかですね、このタイトル通りなんですけども、あと視座、目線ですね、どの目線に立って話をしているのか、そして目線が高くなれば同時に時間軸が長くなる、つまり目線が低く、自分のことだけ見ると今この瞬間になるんだけれども、相手のことってなると、あるいは、世界のことってなるとどんどん時間軸が長くなっていく、なのでこの視座の高さと時間軸の長さ、これによってですね、人との関係性が生まれていって、そして人が動く関係性なのか、人が動いてくれる、人を動かせる帝王になるのか、それとももう自分で動くしかない、共感が及べない帝王になってしまうのかっていう、そういった差があるんだなっていうことを私自身が体験してきたので、それをちょっと言語化して、あなたにお伝えをします。で、ちょっとですね、ついでにというかですね、世の中の人の描いている帝王学のイメージですよね。あなたはこの帝王学っていうことに対して、どんなイメージを持ってるでしょうか。実はですね、それ聞かせてもらったら、それをですね、帝王学ってこういうことなのかなっていうことをですね、自分のイメージ、あなたのイメージをコメントもらえると嬉しいです。で、僕自身はですね、帝王学っていうものに関しては、人を支配する学問だったりとか、王様になるための学問とかですね、操作というか、階級社会の上に位置する、君臨するための王でいるための人を思い通りに操る、やっぱり支配する学問なのかなっていうイメージがすごく強かったんですね。ですが僕は帝王学っていうことを教えてくれる先生に、3年か4年ぐらい前にですねついてですねいろいろ勉強させていただいたんですけど、その方がおっしゃったことで一つですねめちゃくちゃ強烈に覚えていることがあって、それが何かっていうと帝王は気配り業だよと。帝王こそがその組織の中で、最も多くの人に気配りをしていく仕事なんだと。帝王はだから隅から隅まで気配りをする仕事が帝王なんだっていうことを教えてくださって、で、その時に見え方がちょっと変わってですね、じゃあどういうことなのかなって考えていろいろやっていたらいろいろ見えるものがありました。でその中でですね僕が見えてきたのが何かっていうと、それが視座。目線をどこに位置しているかっていうことにたどり着きました。でこれ視座っていうこと、ちょっと僕の中の価値観をちょっと絵的にね表したんですけれども、それが何かっていうと、まず、自分だけ良ければもうこのように自分だけが存在していて、自分を満たすためのもう自分という目線のみ持っているという視座が一つあります。でなのでこの方はですね自分のことしか考えないというか、自分さえ良ければいい、だから超わがままみたいな状態ですね。なので皆さんの実生活にも当てはめながらね見てほしいんですけれども、関わった人で自分のことしかない、自分さえ良ければいい、自分の利益を追求する人って、いなかったでしょうか。でもこうなんじゃないって、こうした方がいいんじゃないって、いやでも自分は自分さえ良ければっていうこと、とにかく視座、自分さえ良ければいいっていう視座が世の中には存在しています。そして、その次の視座として、世の中には自分と相手がいますよね。今接している自分と相手、なのであなたと私っていうことですね。だからあなたと私っていう空間において、あなたのことをおもんぱかる、あなたのことを意識をですね自分だけという意識じゃなくて、自分とあなたっていう意識、あなたという意識を持ちながらその空間をお話ができる人っていう存在がいるんですよね。だから自分のことばかりじゃなく、その空間に自分とあなたが居心地よく空間を回していきたいっていう人です。ここ OK ですかね。なんで、視座っていうことに対して、自分という視座は自分だければよければいい。自分だけよければいい。だから、相手が気持ち悪くなろうが、自分が気持ちいいことが最優先。もう自分さえよければいいっていう視座が自分という視座です。そして、自分とあなたがいて、自分とあなたがいるんだから、こう自分もあなたも、良くなりたいと。自分もあなたもいい感じでいたい。いい気持ちのいい空間。自分もあなたも気持ちのいい快適な空間を作りたいっていう視座が、自分とあなたという一つ上の視座になります。で、そして、例えばちょっと、こういうことをイメージしてほしいんですけど、まあ自分だけがね、良ければいいっていうのは、もちろんもう、まあビジネスやっていく上では問題点なんですけど、あなたのビジネスで、まあ、例えば店舗ビジネスをやっていて、こういう従業員さんっていませんか？お客様第一でお客様に喜んでもらうためにこうした方がいい、こうした方がいいって言ってですね、会社のやり方に対してものすごく食ってかかってくる方。いや、でもお客様はもっとこうした方がいい、もっとこうした方がいいって言うけど、まあ会社的に見ると、いや、そこまでやればいいことは分かってるんだけど、それをすると会社全体が回らなくなるから、なかなかできないんだよっていう。そんな経験ってないですか？だから本当にお客様にとってはすごく最高のサービスを届けてくれる最高の従業員さんなんだけれども、会社のことまで視点がいくと少し会社の運営的にはしんどい。本当にその方素晴らしく頑張ってくれてるんだけど、でもその方の理想を追求しすぎると会社がビジネスとして回っていかなくなる。まあそんなスタッフさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、そしてそれを、まあだからこういう方はですね、こう、なんか、バイト主任とかですね、まあ、店舗の主任っていうサービス主任みたいなお仕事はできるんだけれども、店長っていう仕事を任した時に、お客さんにはすごく喜んでもらえるんだけど、店舗の運営としては問題をきたしてしまう。まあそんなことが起こりうる、まあ人材だったり、視座なわけですね。で、そうした時に、じゃあ次の視座はどういう視座があるかと、それが、会社っていう視点を持っている。なので、まあ自分と、お客さんがいて、自分とあなたお客さんがいて、そしてお客さん、自分とあなたお客さんがいて、そのお客さんにサービスを提供する会社、組織があるということが認識できたので、ここの3社を全てうまくいく、3社全てが、うまく回るように、取り組んでいこうという視点で日々生きてくれている人がいます。もう一度振り返っていくと、まず自分、そのサービスを提供、お客さんがいて、そしてサービスを提供する人がいて、で、それを提供する場所を与えている会社があるっていう、ここを理解して、だから、自分もいい状態になりたいし、お客さんにもいい状態になってほしいし、そして会社もいい状態で回してほしい、行きたいという視座。だからこの視座になってくると、こういう人たちは、店長さんとかですね、そういう仕事をお任せできるようになるわけです。だから店長さんというのは、お客さんにも良くなってもらわないといけないし、そこで働く人たちも気持ちよく働ける環境に、最高のサービスを届けながらも、会社がちゃんと利益が出る線でサービス提供する、それを管理する仕事っていうことになります。なので、次の下がその会社目線。3社。一つずつ増えていくわけですね。最初は自分という一社がいて、そしてその次は自分とあなたっていうもう一人がいて、そして次は自分と会社という、3つ目の視点が現れてきます。そしてその次なんですけれども、その次にあるのが、マーケットっていう視座を視野に入れながら、行動できる人っていうことになります。どういうことかっていうと、会社が良くてもですね、やっぱりその市場ですね、そのビジネスの市場視点です。なので例えば会社、イメージで言うと、証券だったりとかですね、自社のマーケットですね。なので、マーケットのことを考えながら、自分の会社はどの立ち位置でビジネスをやっていく必要があるのかっていうですね。なので、そうするとですね、会社の中だけうまく運用しようとしていては、見えないですね。会社のことしか見えない。そうじゃなくて、やっぱり市場、その店舗責任者、店舗だけを回そうとしたらうまくいくんだけど、その市場全体を見たときに、例えば、競合さんとの位置関係だったり、その市場の中の競合さんとの位置関係だったりとか、を考えた上で自分の会社はどういう回し方をしないといけないかって。だからこれもまた一つ視座を上げないと、視野を広く視点を高くしないと、見えてこないわけですね。で、それが見えるようになってくると、例えばなんでしょうね、エリアマネージャーとかいう仕事だったりとか、マーケットに対して、今自分の会社、店舗はどういう立ち位置でやっていくべきなのかっていう、そういう、支配ができるように、空間支配ができるようになります。で、それをどんどん超えていくと、次はですね、業界っていう視野。ちょっと業界とマーケットの違いを、簡単にお伝えすると、業界っていうのはですね、業界とマーケットの違いは、マーケットも業界の中に入ってるんですけど、マーケットというのは自分の市場ですね。何かビジネスを商品サービスを提供して、自分の証券だったりとか市場エリア、証券で、平たく言うともう証券ですよね。で、業界っていうのは、それを提供する業界全体の話。というふうにイメージしてもらうとイメージしやすいかなと思います。なので、自分のマーケットをうまく回せるようになっても、でも業界全体の方向性とか業界全体の未来予測とか流れをイメージしながら、今度はビジネスを展開していく人が必要になってくるわけですね。だから業界目線でビジネスを展開していくことが重要になってくると。で、ここの先をどんどん超えていくとですね、もう社会目線ですよね。社会という目線、社会全体にとって、だから、ビジネスってやっぱり社会課題を解決していかないと最終的には必要なくなっていくので、こう社会全体ということを捉えた上で、自分の会社がどのような立ち位置を保っていくかっていう、視座の高さ、このように一つ一つ視座が高くなっていきます。で、ここで気をつけとしてのは、これを考えるときにですね、優劣であまり考えないでほしいです。っていうか、優劣で考えるとおかしな運用になってしまいます。自分視点の人だけが悪いかっていうと、でもそんなことないんです。なんでかというと、自分はこの自分視点の人たちは与えられた仕事はきっちりこなすっていう最高の人材です。ちなみに私の父親なんかは、ずっと工場でね、高校卒業して定年まで勤めて、その働きぶりが良かったからって言って、65歳まで働かしてもらいました。家の近所の工場で。そして給料も結構たくさんもらっていました。なので私の父親は今自分の与えられた目の前の仕事を一生懸命やって最高の仕事をするっていう、自分という視座で生きています。なのでこの視座の人たちは、最高のサービスを技術を追求、最高のサービスを作ってくれる人たちなんですね。でその次に自分とあなたっていうことで、この人たちはサービス提供をする人たちです。だからうちの親父はコンバインとかね、農機具を作ってたんですが、農機具を作ることはできるんだけど、それを作ることをですね、サービスとしてお客さんに使ってもらう仕事は絶対できなかったんですね。それはなぜかというと、その器具というところは突き詰めたんだけど、それを、あなたに使ってもらうっていうところは得意じゃなかったということで、その自分とあなたっていう視座が優劣ではないっていうことはこう気をつけて、認識をしていってください。そしてこの視座に紐づいて面白い要素がもう一つあるんです。それが何かっていうと時間軸なんですね。ちょっとイメージしてほしいんですけど、自分さえ良ければというか、自分のことがすごく良くなりたいっていう人はもう1ヶ月とか、その長い目線で物を見るというよりは、どっちかっていうともう今すぐ時間軸が短くなります。で、自分とあなたってなってくると、今度はあなたのことなので、自分とあなたが良くなるために少し時間軸が長くなっていく。そして、会社ってなるとまた、自分とお客さんと会社っていうところの視点になってくると、また時間軸がですねちょっと長くなって、長いスパンで考える。なのでここは何かっていうと、イメージで言うと視座の高さイコール意識の及ぶ期間っていうふうに思ってもらうとイメージしやすいかなと思います。なので、サービスの主任さんとかバイトリーダーさんは1ヶ月ぐらいのことを考えて仕事をしてくれるかもしれないし、で店長さんはやっぱ向こう3ヶ月ぐらいのことを見てお仕事をするかもしれないし、社長とか部長っていう方はマーケットのことを考えて、1年から3年ぐらいのスパンでことを考えるかもしれないし、そうじゃなくて業界っていうことを考えたとやっぱり10年ぐらいのスパンを考えることになると思うし、社会っていう観点になると30年とか、そういうもっともっと長いスパンで物事を考えるようになる。っていう感じです。なのでこの視座の高さが上がっていくと、必然だって視座が上がっていくとやっぱり影響する範囲が大きいので、影響する範囲が大きくなるっていうことはやっぱりかかる時間も長くなるっていうことで、視座の高さによって時間軸の長さもどんどん長くなっていくっていうところ、この関係性があるということを認識してもらうと。でここでこれがなぜ帝王学なのかっていう話ですよね。どうしてこれが帝王学なのかっていうと、イメージしてもらうのは、一つ上の視座で関わることができれば相手を空間をコントロールすることが支配することができるんですね。なので自分のことしか考えていないっていう人をコントロールしようと思ったら、自分のことしか考えていない人同士がぶつかったらこれどうなりますか？当然喧嘩になって揉め事になりますよね。でも自分のことしか考えていない人と、自分のこととあなたのことが考えれる人が関わると、自分のことしか考えていないことを認識した上で、あなたが良くなるためにはどうしたらって関わるので、一つ上の視座で関われるので、その彼らと彼らの相手のことを理解してあげることができます。で今度は、自分とお客さんのことと働く従業員さんのことと、そしてそれを運営する会社のことを考える人になれば、そのお客さんにとって最高のサービスを届けたいというこの意図よりもと話す時に「そうだよね」ってそれはすごくいいことだよね。であとはちょっと会社っていうことを考えてみようよ。で、会社がお客さんに最高のサービス届いたら会社って回れなくなるよね。だから、会社もちゃんと回らないとお客さんに最終的にはサービスが届けられないんだから、会社もうまく回ってあなたも最高のサービスできる。その線を一緒に考えようよって一つ上の資産になったらまた話ができる。っていうことなんです。で、ここでこの視座で面白いのはですね、この図にあるようにですね、2つずれてしまうと1つ飛ばしになってくると関われなくなってくるんですね。どういうことかっていうと例えば、マーケットのことを考えていると店舗で働く従業員さんのことを考えていると話をするといやまあマーケットはそうかもしれないけど今は困ってるお客さんがいるんです。お客さんはもっとこういうことを望んでるって話になって一切かみ合わないんですね。けど店舗を回すとかその、店舗という単位を回すってなるとお客さんのことこういうこと感じてるんです。でも店舗としてこういうことがそれをやるとこういう問題が起こるからどこの線だったらいいかなって言うんだけど、マーケットとしてこういう問題があるから店舗でこうしてくれって言われてもですねこれ理解がなかなかできない歩み寄れないですよね。ということでこれ面白いのは視座が2つ1つ以上離れてしまうと。平行線で会話が話していくことになります。だから、社会の視座っていうことはなんか社会の視座だけ持っていると全ての人に包含できるかっていうと社会的なことばっかり言ってるとですねいやまあそれはきれい事でしょと。いや店で店舗ではこんなこと起きてるからもうそんなのは勝手によそでやってくれと私たちには関係ないと。もうだからこれ視座が1つ以上離れるだけでもどんどん意識が離れていくのに2つ3つ4つと離れてしまうともう会話すらできない。もう完全に自分には関係ないゾーンにどんどん入ってきますよね。ということでじゃあここでね手用は気配り業っていうことが戻ってくるんですけどどういうことかっていうと手用は最高の社会的な視座を持ちながらも自分という視座で話している人には自分と他者という視座で話ができる人です。そして他者思考っていうのを持っていると自分とあなたのことが想定できる人に対しては自分とあなたとそれを取り巻く環境について話ができる人。そして会社とか店舗っていう価値観に対して話している人に対しては、じゃあマーケットっていう視点からうちのこの店舗会社はどういうことになってるかっていうことを考えてみようっていうアドバイスができる。そしてマーケット思考がある人に対してはじゃあマーケット思考があるんだったら、業界っていうことを考えてるでそのマーケットを取り組んでみようじゃないかっていう話ができる。そして業界という視点を持っている人に対しては、社会っていう視点を持ちながらじゃあ社会においてこの業界はどうなるんだって話ができる。っていうそういう関係性があります。なので、手用が気配り業ってね私の先生が昔教えてくれた理由がね僕は今認識しているのは、社会という最高の視座を持ちながらもそれを相手の視座に合わせて相手の視座の一つ上の視座で相手と関わることができる、そんな人のことを手用、それをするために学問というかですね、それをすることができればだから結局は私にとって結局詰まるところは視座を相手に寄り添えるかどうか相手のだから相手に何でかって相手より一つ上の視座でいながらも一つ下の相手の視座にもしっかりと寄り添いながら一つ上の視座で話を進めていくことで空間がいけるわけですね。どういうことかっていうと、相手と全く同じ視座で寄り添うだけであればそれはお互いですね傷を舐め合ってというかお互いそうだよねそうだよねそうだよねって言って気持ちは良くなるんだけど何一つ発展せずに終わっていく。だから寄り添うだけでは何も次の展開が生まれないんですね。だけれども寄り添わないと彼らは、やっぱり次の展開に支配することできないので、彼らの視座に寄り添いながらも一つ上の視座から彼らと一緒に歩み寄れる線を展開していく。だからこそ手用なんだっていうねそれを全ての次元において展開できていくっていうこと、これが私にとって手用学のあり方であり関わり方ですね。なので常に、相手の感情に寄り添いながらも一つ上の視座で関わっていく、でこれ当然なんですけどなんでかというと視座が一つ上に行くと思考が未来思考になるんですね下の視座の人よりも。っていうことは未来予測ができているっていう状態になります。だから言うたら予言者みたいな状態になるわけです。視座が一つ上がると。なので視座を一つ上げると未来予測ができるので、彼らにその未来はこうなんだからっていうで彼らにとってもですねその体験がですね、この人の言うことを聞いておけば間違いない。未来予測、この人が未来予測できる存在になっていくので、未来を予測してくれるから、私たちはこの上の資産の人の言うことを聞いておけば、だから彼らの目指しているところに対して、未来に対して私たちはコミットしていれば、かかっていければ、自分たちも良くなるんだっていう体験を通して、どんどん帝王が帝王で居続けることができる。まあこんな風なですね構造、まあ絵的に、まあ視座の高さと時間軸っていう観点を入れると、まあ帝王っていうのはどういう存在であるべきなのかっていうのが、まあちょっと見えてきやすくなるかなということですね。帝王は気配り業、気配り業っていうのは感情に寄り添うっていうことで、も感情に寄り添って同じ視座でいてはただ傷を舐め合って苦しみ合って終わるので、一つ上の視座で感情に寄り添い、そして一つ長いスパンで物事を見るからこそ、未来予測を通し彼らに対してより良い未来を届けるっていう立ち位置で関わっていける。まあ、これがまあ私の見てきた視座、帝王学っていう観点でした。でまあこんなことを言ってるんですね、まあ、ものすごくね世界で有名な彼なんですけれども、実はね問題解決、今よりも良くなろうとした時に、同じ観点、同じ視点、同じ資産において解決をしようとしても問題って解決できないんです。でそれをまあアインシュタイン、ね、彼はねこういうこと言ってるんですね。いかなる問題もそれを作り出した時と同じ意識レベルで解決することはできないと。つまり今問題が起きている人っていうのは、その視座で考えてるから問題が起きてるので、その視座のまま問題解決をしようと理論しても論じても問題解決が絶対訪れることがない。だからその問題が起きたんだったら、その問題が起きたとこと別の視座、次元で物事を考えて解決することでしか問題は解決できないっていう、まあふうに私は捉えています。なのでこの自分という視座で起きた問題に対しては、自分とあなたという視座で、視点を持っている人が解決することができるし、自分とあなたという視座で、問題が起きた時に解決できるのは、それは自分とあなたと会社という視座を持って、解決することができるということで、こう同じ視座、同じ時間軸で物事を考える人たちが寄せ集まっても物事が解決しない。だから帝王っていうのは導く仕事ですから、より一つ上の高い視座で、まあ、より長いスパンで時間軸で考えながらも、より彼らが理解できる立ち位置で関わっていく、一番近いところで関わっていく、話を目の前で話す相手によって視座を変えることができる、時間軸の意識を変えることができる、彼らよりも一つ先の未来で論じることができる、まあ、っていうのが帝王に求められてるね、力量なんだなっていうのが、私がまあ見てきて感じたことです。これあくまでもその帝王学の学問的な見地っていう話ではなくですね、僕は帝王学の学問を教える専門家ではないですし、そんなことは、帝王学の研究をしている人がですね、もうその彼らにも及ぶものではないです。ただ私は帝王学ということを勉強して、それをビジネスに取り入れることをやっています。日々帝王学というものをビジネスに取り入れることをやっています。そしてそのビジネスを取り入れる時の視点で考えたら、私にとっての帝王学、帝王学をビジネスで展開しようと思った時のまあ言語化すると、今日お伝えしたそんなことになっています。ということで、何かね質問などがなければ、何かこれを聞いて、まあ別にいやそうじゃないよとか、まあこれいいじゃんとか、自分も使ってみたいとか、もう全然自由なんですけども、何かこうコメントやったり意見があれば、少しまあちょっとあったらまあ待ちたいなと思うんですけど、まあ1分か2分ぐらいですかね、待ってみて、特になければ今日のライブはそんな感じで、終わりです。私にとってはだからすごく面白いなと思ったのは、圧倒的に高い視座で話されるともう全く理解もできないし共感もできないんだよねっていうことに気づけたんですね。僕らこのまあ図解というかね、この図解を見た時に、なんでこんなに、例えば僕も会社やってて思ったことあるんですね。なんでこんなにこう未来のことを考えてやるべきことをやろうとしてるのに従業員さんがついてきてくれないんだろう。それは当たり前ですよね。もう視点が及ばないし意識も及ばないので、想像もつかないことをどれだけ熱く語られたとしても、まあ共感できないからやる気にはならない。まあただそれだけだったということが、まあ今分かりました。ようやくね、このまあ図解というか、なのでまあ是非ね、これを見てくれたあなたもですね、思いをですね、視座、自分の高さ、視座の高さ、そして視座が高くなれば時間軸が長くなる。なので目の前でお話をしている時に相手でこの人はどうしてこんなことを思うんだろうと思うと、その人の視座に意識を及ばしてください。この人は自分視点で喋ってるのか、自分とあなた視点で喋ってるのか、それとも自分とあなたと組織という視点で話しているのか、そういうですね、視座の高さに意識を及ぶ、あるいは視座じゃなくても時間的スパンですね、この人はどのぐらいの未来に対してソリューションを考えてるんだ。これ本当面白いんですよ。1週間先、1週間後に良くなろうとすることと1ヶ月後に良くなろうとすることって全然違うじゃないですか。なのでそこのどっちでもいいです。視座、どの視点に立っているのか、あるいはどのスパン期間で物事を考えているのかっていうことに思いを馳せるとですね、ものすごく相手のことが理解できるようになります。そして理解できたならば相手よりも一つ上の時間軸、一つ長い時間軸、一つ上の視座で関わることによって、相手と空間を支配する帝王として関わることができる。今日はそんなお話をさせてもらいました。これからもですね、僕は、あくまで帝王学をお伝えするってことでなく、帝王学を学んでそれをビジネスにどう生かしていくかっていう話をこれからもどんどんさせていただきたいと思いますので、また見てもらえると嬉しいですね。ちょっといいなと思ったらいいね押しておいてもらえるとなお嬉しいです。じゃあ今日のライブはこんな感じで終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。